はい、こんにちは、ボビロンです。今日はですね、こちらのリトラッカー250のシート張り替えちゃおっかなと思いまして、新しいエンジョイシートを買ったんですけども、ネットで頼みましたところ、これリトラッカー X 用のシートが届いたんですよ。だからこれが短いんだよね。つくのかな、つきそうな感じはするんですけど、これね、ここのサイズ自体がちっちゃいような気がするんだよね。まあとりあえずつくと思うので、はい、こちらをつけていこうと思います。まずは張り替え方なんですけど、この打ち込んであるピンを全部抜きます。取れました。こいつね、こいつを買っていこうと思いますけども、つくんかな。はい、タッカーでパチパチと打っていくだけなんですけども、このこれかな、これ短いやつがいいと思います。6ミリと8ミリってあったやったっけ、ちょっと覚えてないですけど、はい、まあこれで打っていけば完成しますんで簡単ですよ。はい、じゃあ打っていきます。熱いと思ったら暖房ついとったね。まあとりあえず、はい、まずセンターだけ決めます。なんかな、で前と後ろをまず決めちゃいます。
角は思いっきり引っ張って、思いっきり引っ張って、あとこっちか。全然俺的にはオッケーなんだね。どうでしょうか。すごい画像だとシワに見えるね、これ。ここね、全然大丈夫な範囲。はい、本当に完成しました。ということでシート張り替え終わりまして、めっちゃ緑のバイクになりましたね。なかなかいい色で、はい、よかったら皆さんもシートを張り替えてみてください。じゃあ今日の動画は以上です。もしよろしければチャンネル登録と、高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。別に年式を間違えたわけではなくて、向こうの発送ミスなんですけど、皆さんは間違えないようにいたしましょう。はい、ということで終わりです。